デスマッチラブコメ実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回の死亡したときに道まで戻しました。これ一緒にいたらだって頭痛くなるんでしょう。嫌だなぁ。両手を引かれ、僕の手を引く二人の力とても強く、ぶっちゃけ、うわ、そんなレベル、これ以上ないドキドキ写真になるだろう。敵のある分かれ道で僕んちはこっちだってデタラメを収容して逃げた。でも緑ついてるぜ。あ、切れた切れた。半分固まったみたいな赤黒い血が出た。オレンジ系混んだでしょ。これは冗談になんないぞ。なんだかよくわかんないけど、二人は下手すると死んでもいいから一線を越えたいと思っているのか。この一見アホらしい超常現象の恐ろしさを知って僕はまだ乗っていたらしい。はっきりしていることは二人が協力だとか大きな間違いだったってことだ。デスマチラブ公明はマジで俺を殺そうとしている。モテの代償が重すぎるよ。今日から転校だ。新しい学校に行くんだ。この謎がある。なんで僕は、そうだね。なんか盛られてんじゃねえの？一日一回あれなのかな？あ、早いじゃん。ボロくてどぎないワンパート、そこに並んだ子供用布団が2枚。北向きのキッチンスペースや小学生みたいな子は踏み台の上で鼻歌混じりに料理中だった。一応言っとくけど、僕とスーさんはいかがしい感じじゃない。実を言えば、僕の家族というのは、この、トロリンこと、トロスズ先生だ。僕の遠い親戚、小さい子に親を亡くした僕を引き取ってくれ、育ての親ってわけ。いやー、むちゃくちゃさらそんなめんどくさい免許資格をやった上で両方行かせるって割と普通じゃない。一応言っとくけど、普通の学校だと保健の先生が医者ってことはまずない。変な病廃、それ以来行為の常駐を歓迎する風潮があるらしい。交代具ありっていう求人も、なるほどね。医者不足なの？ああ、まあ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 。ああ、非常勤の医師でもある。その際、手当が出るけど、基本的には教員の給料、ユースケはうちの収入だ。いいの次は大変な変態だが、スズさんとも時々世話になったりする。スズさんと院長くらいかな、僕の家族と言えるのは。スズさんには、親兄弟いるらしいけど、僕だったこともない。とにかくまとめると、一保健の先生に医師免許は不要だよ。トロリンは以上だよ。一の情報いる、食べる。それじゃが笑ってくる。なるほどね。血を見るのが好きってまあ最高だよね。稽古場苦労やつ今安全だ。洗った。まあ、ここは大丈夫だね。どっちがうちにお嫁に来るの？何をするんだ。朝から変なこと言うからでしょう。男女が付き合えば当然流れでしょう。昨日の時間ドジャキスーさんの中で妄想ストーリーが進行してるんだよ。これは間違ってないって感覚あったんだけどな。なんか意外だね。何が、いや、スーさんがそういう系統の話に食いつくのってあれそうかな。でも二人とも正直可愛いよね。それはまあノリ悪いな。もしかしてスーさんの方が美人とか。スーさんは可愛いと思うけど、女性として見るのはないで高いよ。正直者にはもう試合はあげないよんよ。超美人主も歩くよの。試合もそんな好きじゃねえんだよな。そのプチプチが俺嫌いなんだよな。頼んだ、じゃあ行ってくるよん。学校ではトロ先生、エイジ君と呼び合おうというのはスーさんの意見。慣れすぎると、ああなるほどね。また小さなお気にしておいて、季節柄粘膜寄りがちだと思うけど、あんまりずっと心配だし、ありがとう。スーさんつまんない話だけどさ、呪いとかも間違いで血が出るかな。バカなこと言いなさんなって。まあ予定通りだった。だよね、母母母昔からケイちゃん送りだった。先生も順々に。おっと、ああまあまあまあ。そういえばさ、物理の先生まだ行かまってないけど、あの人大丈夫なの？なんか地雷踏んだ模様。そんなことに、まあ物理が分かんなくなったらスーさんのふりだけどから、安心して授業受けといて。頑張るよと。モツコさんの店、ベロン言いながら、スーさんいつもその話をする。方法少々手荒れでも生徒の、ああ、なるほど。意外にいい教師であると。
早いなぁ、早いなぁ、もうついてる。黄色デンジャーだなぁ。ダメよ、近づいちゃう。やばい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 。耳栓、イヤホン、イヤホン聞くな、イヤホンだ。おじいちゃん、誰この人、なんじゃお前は人んちの庭先で何をしとるんじゃ。ごめんなさい、それ聞いて自動前だけ今ダメ、まだ消える。まあ、男かの、クララちゃんは美人じゃからの、旦那じゃなくて女の子から逃げてんだよ。てかなんだよ、怪盗 A って魔男ってもうちょいなんかあるだろうし。しかしクララちゃんはつたんぞ60年添い遂げたんじゃからの、あんたの嫁かよ、やべえよ。狙うならここんちのチェミズニの方がええぞ、まだ50万円じゃが。おっとすげえな、つうかまた年齢が高いわ。全部つくみだけ喋れない。行く前にこの辺でわしのおすすめの塾長うわぁ、いやねぇ、年上が好きでも、ジジイいいキャラしてんな。ジジイに監視されてるんかな。いやー帰ってきて黄色とか嫌だな。テスト返ってくる。得意じゃないんやろ。まあ得意な科目なんて誰かさんの資料には保健体育くらいだけど。あのさ、ケケイ、はい、す、あーちょっと違う、うわー全力で逃げ切った。あのヨギ君すげえ、殺される。この恐怖、何いきなり立ってんのさ。あて、ルミコラに、あのさ、なんだろう、そうじゃない、なんだろう、これだろ、これ、あーよかった、つかないでたく、うるさい。まあでも無理もなくない。ヤギちゃんからしたら死ぬかどうかの問題でしょ。スーとか、あーだはない、あー、ええはなんだ、好き、愛してる、大好き、え？ああ、あそこにいるしな。逃げろ！え？死にんでた？あ、やられたな、これは。大丈夫か、アスカ。口の中、あーでもね、嫌だね、口の中切れんの。やだー。我が家の生産だけど、顔見の始めた。入学以来ずっと体調不良で住んでたと説明があった。そこそこあれとか言われてたらきっと遺伝なんだろうな。ひらきばくん、君やるね。へへ、当然だろう。何があった？平手マークってことは、両方にやられたのかな？両方からパーンと。ダブルアップチャンス。金高得点っぽいなぁ。雨野さん。答案提出しないから休んだの？いやいやいや、僕ちゃんと言いましたよ。旦那との息子は次々に言い出しになったのか、わしも寝つきちゃったんだから、聞いてねえ。うえぇ、嫌われてるな。すげえ先生だな。学力と命の問題か。なえるな。いや、まあ、テストない時点で、まあまあ問題だけどな。
昨日下校時のことを見えそうだ。それぞれが一人ずつ動けばバレない。先回り。死にそうにすらしいんじゃないわ。殺されるー。肉節銃殺。八木くん、私は今ついてるおっさんはどうかしら、何のことや、私はいつもでそれよ。あ、昨日のことで相談があるわけど、少し他のみんなの前では罰が悪い。間違ったら仲間に詰めるが楽しむものでしょう。わかった、行こう。恐怖。値段はだいぶ安いという。まあ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 。学食俺、あ、使ったことあるわ。あ、まあまあまあ、そうだよね、大体。一回文化祭の時かな、に使ったかな。あ、でも学食使ったことない、ちゃんとは。また触んねえ。風呂吹き大根、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 何の支援は、おかずだし、なんとなく大根気分だから買ったらいいでしょ。普通でしょ、こんなの。大根好きなの？好きなの別にいいでしょ。文句などありません。僕も好きであります。いい席って何？アジのひき、水菜のお城、肉じゃがタコとトマトのマイネフ。なんか洋食混じったな。まあ和食っぽいから別に。まあ食べ方にはね。もういいわ。突っ込まない、僕は疲れた。やべえな。やべえよ、殺されちゃう。別の意味で殺されちゃう。人並みだと思うけど、目の前に圧倒的なもの強いわけじゃん。やべえよ、ちょっと殺されるか。多分ね。一発決めて逆。やっぱりあるじゃないか、殺意。裏返しよう。やば。面白いな、注意すべきだわ。犯罪の指揮を聞いている。不明点が関係したり、脱出事情をしていたりした。なんで？いや、なんつうか別にいいんだけど、携帯連絡でくれれば、私携帯持ってないわ。そっか、別に変わる必要なくない。おお、命かな。カバンに電気玉を入れるわ。おっと、あれでも別に電気流れてるわけじゃないんだよ確か。ねえ、話は戻すけど、続きは出てきてから聞くか。な、また盗み行きゃうな。あのね、あののとあっち公共場所、あんだけクソ大爆笑して、誰だって寝ないよう気になる。恥ずかしいわ。恥ずか、またからかうのね。5本5本。まあ、今度来たし、食べ終わったら外の方がいいかも。お礼を視界から消す最速の方法をしよう。自分の目を取るぜ。確かに。
闘牛。友達じゃん、おとはっち。なんだかわかんないけど、まだ。いや、まあ、距離くらいだけど、暴走しろよ。死ぬ気にやさよ。殴っていいの？やばい。喋るのしんどい。なんでもない。起爆スイッチ。え？ああ、ミスをしよう。なるほど、そういうことか。恋の暴走？恋心？どう考えるじゃねえだろう。女子的にはそういうのも乙女心で片付けられんの？こっちの乙女もそう思うけど。しばきますわよ。すべてのものに理由がある。唯一の例外が人の方、なんだ、よしやしだ。はぁ、疲れたな。これ取ったら飯食って寝るか一回。え？全く興味はないが。姫さんと本気っぽいのは確からしいのは認めるじゃん。しかも今現在解決策の模索中だぜ。キャップズって大体アイダとかお二人がよっぽど命が惜しくねえとしても、そしたら二人は自分の行動に納得してるはずだ。結論、これは異常事態で超常現象。異論なし。理解不能につき、白紙委任。僕も同意。当事者として僕は、僕自身の命にかけるような行為、ん？なんだっけ。価値はないと断言できるしね。愛に命をかける価値がある場合なんてよっぽど愛なんて実際そんなに大したもんじゃないと思う。スーさんも言ったけど、愛とは基本的に、血統維持本能の発展型に過ぎないと思う。本能が元だからこそ、愛は社会や制度に都合のいい形になってない。繁殖や闘争の時、一時的な活力や狂気をくれる程度のもの。だから愛は地球を救わないし、戦争の原因にはなっても、停戦の原因にはならない。ついにボコボコにされる覚悟ができたか。へぇ、疲れた。やばいな、喋ってるだけでこんな疲れんのか。引きこもりやべえな。通学路を変えるし、蛍光灯に気をつけてできるだけ装具を減らす。メインヒロインはこの二人でいいのかな。そんな感じではありますね。はい、もう疲れたんでパドフ切ります。次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またおしゃれな。